ただ雲の上の人ですね。あんなかっこいい人ってアランドロってイメージだったんで、すごいびっくりしました。あと何でしたっけ、なんか貴族のお話とかも。素敵な方でしたよね。いやそう88ね、今100歳まで生きるし、でもあんなかっこいい人っていうか、もう本当絵に描いた美男子っていう人は今の時代ないと。太陽がいっぱいと、あと音楽がね、毎日のように私なんか若い頃は聴きましたから、もうこんな素敵な人が世の中にいるのかなと思う。フランスは遠い感じがしたり、まあ、ヨーロッパっていうか、どこの国の人なんだろうっていう感じがしてました。私はとっても残念です。